はい、どうも、ケンさんのおはようございます。はい、どうも、ケンさんでございます。さあ、というわけで、5月31日発売の48枚目のシングルの選抜が発表になったんですよ。今回のね、願い事の持ち腐れっていう曲なんだけど、これね、N コンの、なんていうの、課題曲になってて、もうね、NHK で披露してるんだけど、なんか、それの感じなのかなっていう気はしたんだけどね。センター、さくらさんとジュリナさおお、ん、安定かな。安定面ですね。今回のね、メンバー多いんだよ。35人選抜。多いな。そうね、まあ35人でもすごいんだけどさ、すごいんだけど、35人は多いよね、やっぱ多いね。ね。どんな感じなんだろうね。すげえ多いな。合唱曲な気がするよね。そうね。まあ NGT からはリカちゃんとキタリエが来ると。おめでとうございます。まあユキにももちろんね、入ってますけど、そんな感じなんで。あとね、個人的におっと思ったのは、誰だったかな、久保ちゃん、ドラフト2期生で、あと小田えりなさんもう多分初選抜だと思うんだけど、この2人がちょっとおっと思ったけど、入れてきましたかと。そうね、まあ小田入りは歌がうまいから、その点で入ったのかなって気がするけどね。歌にね。なんだろう、同じ感じの、本当に、なんだろう、アレンジとかもしない N コンのまんまの感じでいくとしたら、本当に合唱曲になっちゃうから、桜のしおりみたいな感じなんだなって気がする。それで言ったらやっぱお題とかは入れた方が安定かなっていう気がするけそうど、ね、合唱ね。35人は多いね。多いね。もう僕覚えきれないよ。そうね。まあどんな感じになるのか、ちょっと、まあ注目して見ていきたいなと思いますが、まあ NGT が入ってるからには、まあ応援したいなと思うんで、そうですね。推しメンだしね、リカちゃん。そうね。頑張ってほしいなと思います。まあリカちゃんおめでとうということで、ちょっとね、見ていきたいと思います。終わります。終わります。動画見ていただきありがとうございます。概要欄などから他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。